everyone. Thank you so much for coming back to my channel. 皆さん、こんにちは。アメリカでダンサーをしています。ナナです。今日はですね、私の夜のスキンケアルーティーンを紹介したいと思います。最近私の YouTube のアルゴリズムで、スキンケアだったりとか、あとメイクの動画が結構皆さん見てくださってるってことで、ちょっとね、スキンケアについて動画を撮っています。っていうのも何週間か前にビーグレンさんっていうあのスキンケアのブランドがあるんですけど、日本でもちょっと流し入れてるというふうに私の友達から聞きまして、数週間前に連絡をくださって、こう商品をね試してみませんかっていうことで、今ね何週間かちゃんと自分で試してみてから本当に好きだったら皆さんに紹介したいなと思って、もう3週間ぐらいかな今試してみてるんですけど、あの後でビフォーアフターの写真を載せておきます。で今ちょっと整理中で肌荒れしてるんですけど、まず化粧のノリが良くなった、グレンさんと肌の診断を受けて、ちゃんとこう私に合ったスキンケアはどれなのかっていうのを調べてもらって、今日送ってもらった商品を皆さんに紹介したいと思います。というわけで、まず一番最初、今メイクしてるんですけど、このね、クレンジングをしていきます。で、これがジェルのクレンジングなので、今私まつ毛のエクステしてるんですけど、エクステしてる時はなんだオイルのメイク落としはあまり良くないので、これ本当に助かっています。で、すごくなんだろうな、ジェル本当になんかちょっと分厚いジェルみたいなで、すごく肌に優しい、こう肌に摩擦がないなっていうのがすごくわかります。まずはちゃんと手を洗い、本当に少しだけで大丈夫です。いつもこれくらい使ってます。まあ、YouTube で見たんですけど、エステの人が言っていて、この3本の指を使うことで、あまりこう力を入れずに顔のマッサージができるっていうのを聞きました。実は私の母親がエステをしていたので、こっちに来る前に何個かこうあのテクニックをね教えてもらったので、今日は皆さんにもちょっとだけ紹介しようと思います。なんかすごいこすってるように見えるかもしれないけど、全然あの本当にソフトです。で、次にあるのがこのクレイウォッシュなんですけど、クレイなのでこうちょっと灰色になってます。出すぎちゃった。本当いつもこんなくらいしか使わないんですけど、普通の洗顔もあるんですけど、グレンさん の, あの肌診断をした時にやっぱりこう分厚いメイクをしながら汗かくので、ちゃんとこう毛穴 の,、ね、あの汚れまで落とせるような洗顔がいいですねっていうことで、クレイのね洗顔を送ってもらいました。この小鼻のところとかいつもよく洗うようにして。で、結構私日本にいた時は脂質肌って言ってこうニキビができやすい肌だったんですけど、テキサスに行ってから本当にね、あのこっちの天候がドライすぎてニキビがあんまりなくなりました。今2人いるけど、で多分お気づきの人もいるかもしれないけど、こう丸を描くようにいつもねセンターから外に向かってやるのがいいそうです。顔の汚れを落とすプロセスはここまでです。なんかよく YouTube とかで見るとすんごいいっぱいプロセスする人がいると思うんですけど、 This is more っていう感じで、あまりこう余分なプロセスをしない方が良いそうです。はい、というわけで次にトーニングウォーターを顔にのせていきます。で、手になじませて手で押しながら顔にのせていくのが良いそうです。なんで手を使った方がいいのかっていうと、この手の温かさで毛穴が開いて顔にあのトーニングウォーターがちゃんと浸透しやすくなる。で、次がジェルクリームです。これはあの保湿ですね。真ん中から外側にのせていきます。ちょっとこうタップしながら入れていきます。最後のステップです。 C セラムって言ってビタミン C のセラムなんですけど、これを使ってちょっと肌のマッサージをしていきます。日本にいた時はなんかこうマッサージの会みたいなのが何個かあったんですけど、全部置いてきたので手で行います。で、ここでちょっとだけ皆さんに私のマッサージのね、あのお母さんから習ったマッサージを皆さんにちょっと紹介したいと思います。まずセンターから外に向かってセラムをつけていきます。そうすると顔がねこうマッサージするときに滑りやすくなるので、あの乾燥したままやるとねこう肌がギシギシってなっちゃうので、ちゃんとのせるようにして、まずこの指を折ったここを使って目の下のところのリンパを流していきます。で、ここに持っていきます。で、今度上から生え際のところを、ね、マッサージします。で、ここにツボがあるのでここにね持っていきます。まずで、今爪があるのでやりづらいんですけど、私はここで本当はここの親指でこう押すんですけど、私は今爪があるので
ここの頬骨の下のところをね、こうグッグッっていう風に押していきます。すごい変顔になってそう。めっちゃ気持ちいいので、これやってみてください。変顔大公開。そしたら今度、上から持ってきたものを全部ここを通して、首の方に流していきます。中身からこの頬骨の下通って、首に伸ばしていきます。で、今度顎、こう2個のこのピースを使って、この後ろの方に持っていきます。で、ここからまた下に下ろしていきます。で、本当はこう肩を通して首の下まで持っていくんですけど、今日はここまでにしておきます。で、いつものラストステップ。これはビーグレンさんじゃないんですけど、イソップ。日本にいる時に買いました。ハーバルボディスプレーなんですけど、自分で作ったんです。これなんかいろいろ混ぜて。でも、ラベンダーの匂いがすごく個人的に好きなので、ラベンダーのね、匂いをこう入れて作りました。でラベンダーって結構こうリラックスさせる効果があるのですごくおすすめです。皆さんも行って作ってみてください。なんと今回ビーグレンさんから10ドル1000円以上の割引が効くリンクをいただきましたので、ぜひ説明欄のリンクから試してみてください。はい、こんな感じで私のスキンケアいつもこんな感じでやってるんですけど、今日皆さんに紹介したマッサージとかね、いろいろやってみてください。というわけでいかがでしたでしょうか。マッサージとかね、すごく役に立つなと思ったらいいねボタンお願いします。他のメイク動画、スキンケア動画もここに貼っておくので、よかったら見てみてください。 Thank you guys so much for watching this video and I hope to see you soon. Bye.